昭和初期の宮殿仙台駅の地上駅舎と国鉄仙台駅駅舎仙台駅は1925年に宮城県仙台市に設置された宮城電気鉄道の地下駅である。1944年に鉄道省仙石線の仙台駅となり、1952年まで存在した。日本で初めての本格的な地下駅として知られ、ここに至る 鉄道線は日本初の地下鉄道と言われる。現在の仙台駅仙石線地下ホームや仙台市地下鉄仙台駅とは位置が異なる。仙台駅地下ホーム1925年新たに開業した宮城電気鉄道の始発駅として現在の仙台市青葉区中央一丁目付近地下に設置された。プラットホームは 線路の北側にあり一面一線の構造であったが、そのデザインはニューヨーク市地下鉄の77丁目駅を模したとも言われ、アーチや壁面が薄緑色や大色で塗られるなど、モダンで華やかなものであった。宮城電気鉄道は、すでに存在した鉄道省仙台駅の線路、プラットホームから直行する形で東に伸びる鉄道路線であったが、仙台の市街地は、 国鉄仙台駅の西側に広がっていたため、利便性と将来の路線新長の観点から、このような国鉄線路を潜る形での線路と駅の設置が決定されたものという。一つ隣の東7番町駅は地上駅であり、この仙台駅地下プラットホームに至る地下区間の全長はわずか130メートルから200メートル程度に過ぎなかったが、この区間は日本で、 初めての地下鉄道となった。太平洋戦争中の1944年、宮城電気鉄道は陸運動政令に基づく国有化が行われ、潜石線と解消された。これによって、この地下駅施設は鉄道省仙台駅の一部となった。潜石線の仙台駅と仙台東口駅の間は単線であり続けたために、運行ダイヤ上のボトルネックとなり、 また年月を経た地下駅は老朽化のために雨漏りなどが目立つようになっていたという。1947年のカスリーン台風や1948年のアイオン台風によってこの地下プラットフォームは冠水し、ポンプによって排水作業が行われた。1952年、宮城県、山形県、福島県での第7回国民体育大会の開催を機に、 仙台駅潜石線プラットフォームは回収されることになった。それまでの仙台駅は線路の西側に駅舎を持ち、反対側の東側には駅舎がなかった。国体の主要会場の一つとされた宮城野原公園総合運動場は仙台駅の東側にあり、この運動場への交通の便の確保を目的とした改修だった。同年6月1日に、 仙石線仙台東口駅と仙台駅の間の営業は休止され、工事を経て9月26日に、仙石線用の仙台駅地上プラットフォームが、急線上のトンネル出口にあたる東6番町と東7番町の間に開業した。これと同時に、この仙石線ホームに仙台駅の東口が併設された。宮城電気鉄道が設置した旧仙台駅地下駅及び、 地下鉄道区間は線路撤去とホーム側に壁を設置し、塞いだ上で仙台駅の西口方面及び在来線ホームとこの新プラットホームを連絡する改札内の連絡通路に転用された。なお、地下駅当時のホームの一部は昭和40年代まで残存しており、旧ホーム入り口に改札口が置かれ、ホームから旧起動時期に降りる線形の階段が設置されていた。 この新しい線積線用プラットフォームは一面二線の行き止まり構造であり、線積線が別ルートで地下化される2000年に至るまで、始発駅として供用された。この線積線プラットフォームのさらなる移動によって、地下鉄道の後であった地下通路も廃止された。ありがとうございます。